これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー 2-1 佐藤建設セカンドの残り1ヤード、ボールオン相手陣9ヤード。パス成功、タッチアウト。クォーターバック15番ワイドレシーバー1番へのホットパス、1番タックルをかいくぐりそのままエンドゾーン飛び込みタッチアウト。佐藤建設6点獲得。プレーナンバー 2-2 佐藤建設トライ4ポイント。タッチラの後のワンプレーです。2ポイントコンバージョン、2点を狙います。エンドゾーンにボールを持ち込むと2点が入ります。2ポイント成功。佐藤建設キャリア2番ハンドオフから地を突破、相手タックル振りほどきそのままエンドゾーン取り込み2点獲得です。佐藤建設スタンディングベアーズ8点、三重ファイヤーバード0点。プレーナンバー 2-3 佐藤建設キックオフ。先ほど得点を挙げた佐藤建設のキックオフで試合再開です。キッカー83番、スクイブキック、三重リターン80番。三重陣35ヤード付近でアウトバーンズ、三重の攻撃に変わります。ここでペナルティーがありました。キッキングチーム佐藤建設に反則がありまして、リキックキックのやり直しです。失礼、この反則はボールデッドとなった地点から5ヤード前進しての三重の攻撃と変わります。三重ファーストダウン。プレーナンバー 2-4 三重ファーストダウン10、ボールオン自陣41ヤード。
ワイドレシーバー19番ジェットモーションスイープで左オープン展開、約7ヤードゲイン。プレーナンバー2の5、三重自陣47ヤードからセカンドダウン4。ここでホイッスル。三重前半1回目のタイムアウトを取りました。三重前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の5、三重自陣47ヤードからセカンドダウン4。クォーターバック9番ダイブフェイクオプションを試みましたがノーゲイン。サードダウンに変わります。プレーナンバー2の6、三重自陣48ヤードからサードダウン3。パス不成功。クォーターバック9番プレーアクションのパスを投じようとしましたがこのパスはカットされパス不成功です。プレーナンバー2の7、三重フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。パンター12番。このパントは佐藤建設陣35ヤード付近でボールデッド。攻守交代です。プレーナンバー1の8、失礼、プレーナンバー2の8、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣34ヤード。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック9番、ハンドオフから中央突破を伏し、そこから相手タックルを縫うように右オープンへ展開。大きく減しファースター。プレーナンバー2の9、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣47ヤード。
ス不成功。クォーターバック15番プレイアクションからターゲット12番へパス、しかし12番がキャッチミス、セカンドダウンと変わります。プレーナンバー2の10、佐藤建設、セカンダウンテン、ボールオン、自陣47ヤード。パス成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、約5ヤードのゲイン。プレーナンバー2の11、佐藤建設、サードダウン6、ボールオン相手陣49ヤード。何枠2番、トスを受け左オープンへのスイッププレー、しかしこれはミーがアジャストし、フォースダウンと変わります。プレーナンバー2の12、佐藤建設、フォースダウン5、プレーを選択します。クイックパント、佐藤建設再びクイックパント、三重陣15ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー2の13、三重、自陣17ヤードからファーストダウンテン。ランニングバック15番、25番、トスを受け左オープンへのスイーププレー、しかしこれは佐藤建設アジャストしており約3ヤードロス。プレーナンバー2の14、三重、自陣16ヤードからセカンドダウン12。インターセプト。クォーターバック19、クォーターバック9番、プレッシャー浴びながら右にスプリントアウト、そこからパスを投じましたが、これを取ったのは佐藤建設、したがって攻守交代、ターンオーバー。ここでウォーターブレイクです。
レーナンバー 2-15 佐藤建設ファーストダウン10ボールオン相手陣19ヤードタッチダウンまで19ヤードの獲得が必要です。三重ナイスディフェンス。佐藤建設ランニングバック9番ハンドオフから右オープンを突こうとしましたが、これを三重51番がチャージし大きくロス。プレーナンバー 2-16 佐藤建設セカンドダウン14ウォーロン相手陣23ヤード不成功。クォーターバック15番ワイドレシーバー1番へのパスでしたがコントロールミス、パス不成功、サードダウンと変わります。プレーナンバー 2-17 佐藤建設サードダウン14ボールオン相手陣23ヤード。QB サーク。クォーターバック15番、プレッシャーをかいくぐりながらパスを投じようとしましたが、これを QB サークされ、約2ヤードロス、フォースダウンと変わります。プレーナンバー 2-18 佐藤建設フォースダウン17ボールオン相手陣26ヤードプレーを選択します。フォーメーションショットガン左トリップス。パス不成功。クォーターバック15番エンドゾーンめがけてのフライパス。しかしこのパスは通らず、パス不成功、フォースダウンでしたので攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー 2-19 三重自陣19ヤード、失礼、自陣26ヤードからファーストダウン10ナニワク25番オプションピッチを受けましたが、このピッチが乱れ大きく後退、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー 2-20 三重自陣18ヤードからセカンドダウン18パス不成功。クォーターバック9番ワイドレシーバー11番へのパスでしたが、このパスをキャッチミス、サードダウンに変わります。プレーナンバー 2-21三重自陣18ヤードからサードダウン18。中央へのランプレー、キャリア16番
しかしフォースダウンに変わります。プレーナンバー2の22、三重自陣22ヤードからフォースダウン14、パントフォーメーションを選択します。パンター12番このパントは自陣出せず、三重陣40ヤード付近でアウトオブバウンズ、攻守交代です。プレーナンバー2の23、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣39ヤード、前半残り時間は1分29秒。フルバックのダイブプレー、キャリア33番、相手タックル吹き飛ばし、セカンドエフォートで約9ヤードのゲイン。ランプレーですので時計は回り続けます。プレーナンバー2の24、佐藤建設、セカンダウン残り1ヤード、ボールオンは相手陣30ヤード。佐藤建設、ファーストダウン。ここでホイッスル。佐藤建設、前半2回目のタイムアウトを取りました。先ほどのプレー、キャリアは2番、大きく前進しファーストダウンです。佐藤建設、前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の25、佐藤建設、相手陣13ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は46秒。三重、ナイスディフェンス。投げはクリバン、ハンドオフから中央突破を試みましたが、これはディフェンスがアジャストし、ノーゲイン、サードダウンになります。失礼、セカンドダウンに変わります。スパイク、パスを叩きつけ、時計を止めます。残り時間26秒、サードダウンに変わります。2の24、佐藤建設、相手陣14ヤードからサードダウン11、前半残り時間は26秒。佐藤建設ファーストダウン、失礼、ロンゲイン。フランカー1番、リバースプレーによりヒヤリオープン展開。大きく減しファーストダウン獲得です。
プレーナンバー 2-28 佐藤建設ファーストダウン2ゴール残り4ヤード、試合時間残り前半15秒。タッチダウン、クォーターバック15番、プレーアクションから左へのブーツレック、そこからパスを投じ、ワイドレシーバー1番にパスを投じ、タッチダウン。佐藤建設6点獲得。失礼、先ほどのプレートライフォーポイントでした、失礼しました。リバースプレーにより先ほどタッチダウンを上げております。その後トライフォーポイントにおいて2ポイントコンバージョンを成功させ、佐藤建設16点、三重ファイアバード0点。プレーナンバー 2-29 佐藤建設キックオフ、キッカー83番。スクイビキック、三重リターン、リターナー81番、三重陣30ヤード付近でアウトバーンズ。三重自陣、プレーナンバー 2-30、 三重自陣31ヤードからファーストダウン10、前半残り時間は7秒、2ダウン、時計を回します。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了しまして、佐藤建設スタンディングベアーズ16点、三重ファイアワード0点、佐藤建設16点リードで後半戦に移ります。